鉄道公安は、日本国有鉄道が設置した一種の警察組織。英語では、レールウェイポリスという訳語が使用された。戦後、鉄道内の治安は、急速に悪化の一途をたどっていった。スリや置き引きといった一般の犯罪だけでなく、連合軍関係物資の抜き取り事件も頻発しており、占領当局も有料していた。そこで、GHQ は、 1947年3月19日に指令を発し、運輸省鉄道総局の外局として、鉄道公安事務局を設置させ、鉄道公安制度の整備を図ることになった。1949年6月1日、日本国有鉄道の発足に伴い、本社内に鉄道公安局が設けられた。地方組織として、各鉄道管理局の営業部に公安課が設けられ、 現場第一線の組織として、鉄道公安室が全国各主要駅に設置された。国鉄分割民営化に際して、鉄道公安制度の処遇が問題になったが、最終的に都道府県警察に業務を移管することになった。1987年3月31日に、国鉄内の鉄道公安組織は解散となり、4月1日より、 各都道府県警察に新設された鉄道警察隊が引き継いだ。なお、鉄道公安本部長は警察官僚が出向することが通例となっていた。逆に、国鉄のキャリア組職員が警察に出向し、警察本部長を務めた例もある。組織の任務や権限から警察とは密接な関連があり、両者の関係は概ね良好であったと記録されている。 歴代の公安本部長を掲載する、川原道正芥川治む図書一郎来る、吉京高倉和夫橋本連太郎瀬崎吉尾長沢、小次郎向井清柏原旧安藤広忠木村、吉高家事鉄人、岸金目星田守池田早押し、平秀吉枠徳,徳郎鉄砲塚玉彦山口博之、鉄道公安では、独自の機動隊である、鉄道公安機動隊を設置していた。 この機動隊は主にお盆や年末等の卓脚時の応援や事故、災害時の救援活動、国鉄職員の労働組合の団体行動の際の警備業務等を実施していた。博多駅事件や佐世保エンタープライズ機構阻止闘争事件等では、過激派学生の移動に対する警備を山田弾薬庫米軍弾薬輸送や新東京国際空港燃料備蓄輸送等では、 輸送妨害に対する警備を実施している。人員は東京鉄道公安機動隊の新設時の例では70名編成であった。防石面付きヘルメット、出動服等については当時の警察機動隊の装備に類似するものを使用していた。盾については当時の写真や記録では使用は見られない。1963年から1965年にかけて全国で 上記5体の軌道隊が編成されたが、鉄道公安職員の想定員数が抑制される。中、鉄道公安室の人員体制強化が図られる。一方で、鉄道公安軌道隊は次第に縮小され、国鉄末期の1985年4月の時点では、東京、大阪の2体のみとなっていた。現在の鉄道警察隊では、 鉄道公安機動隊に相当する独自の機動隊は組織されていない。ありがとうございます。